リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、今日はですねちょっと頭が痛くて、いやー頭痛い時ってね、なんか他のことをやると結構こうなんだろう、痛みがね私緩和されやすい人なので、っていうところで動画を回しつつちょっとコーヒーを飲んだりっていう感じで、コーヒーこっちおいとどうしようと危ないっていう感じで動画を回してみた所存でございます。まず皆様にお願いです、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、各種 SNS やってますので、よかったらフォローお願いします。皆さんのねチャンネル登録と高評価いただくことによってね、私の今後の動画作りへのねやる気につながるので、ぜひともお願いします。はい、ということでね、今日はうちの子たちをねゆっくり眺めながらちょっと動画でも撮っていこうかなというところで、ちょっと今ガラガラって聞こえてると思うんだけど、ちょっと洗濯物しております。はい、お許しください。すごくふわっとした感じで申し訳ないです。今ね5時50分ぐらいですね。もう結構この時間になると暗いですね、外も冬が近づいてきたという感じがしますね。でなんかねちょっと頭が痛くて優れなくてっていう状態で、低気圧がどうのとかではない気がしますね。肩が凝ってる感じとか、ちょっとその背中の肩甲骨の周りがね凝ってるっていう感じはしてるんですけれども、ただ肩こりだけじゃないような気もして、お風呂入って肩周りを温めたんですけど、それでもあんまり良くならなくて、なんかずっと肩というか体というか痛いし、首痛いしっていう感じですね。で動画をね回したりうちの子を見たりしてると結構ねちょっと気持ちが和らいでくるので、ちょっとこんな感じで動画回している状態です。最近はですね、これね今テーブルここに置いてるんですけど、いつもはねパソコンのこの横のところ、ここね今ゴミ箱置いてあるところの前にねテーブルを置いてたんですけれども、最近もうテーブルそっちに置いて、お布団今ぐっちゃぐちゃ、寝てたのを脱ぎ捨てたままの状態の布団ですけれども、ここにねコーヒーだったり飲み物だったりをちょっとね置いて、寝る時にね飲み物飲みながらとかっていう感じで過ごしたり、あとはねこのドラムの椅子、このドラムのね椅子をちょっとこっち側に出して、この子たちのね観察したりってするときにちょっと飲み物置いたりするのにいいなと思って、もう最近はずっとテーブルここに置いてます。あとはコウモリちゃん、マナちゃんですね、エジプシャンルーセットコウモリの、マナちゃんのメンテナンスするときに一回あそこから下ろしてメンテナンスするんで、メンテナンスここでやるんですけれども、その時にいいテーブルっていう感じで置いてます。なんかね机の横に置いててもあんまり使ってなかったんで、そこ置いちゃおうかなっていうのと、これ軽いテーブルなのでね片手でこうやってひょいひょい動かせるんで、使う時には使いたいなと思ったらこっち持ってきて、こっちの方持ってきて、基本そこに置いとこうかなっていうところでございます。なんかメンテナンスしたりする時にすごい使い勝手いいし、こっちの方が使うこと多いなと思ったので今こっちに置いてますそう、ゴミ箱がある奥のところにねストッカーが置いてるんですけれども、ストッカーとかもねこれ避けたらすぐ開けるし、ストッパー避けるのがそんなに苦にはならないのでね、なのでストッカーの前に避けるのがそんな苦にならないものなので、もうこっちでって感じですね。基本的にもうケージのレイアウトはこれで完成かなと思っております。下のねシェフィーさんのケージのところもしっかりできたし、あそこのねワインセラー、シェフィーさんのケージがこの下ね、でここがワインセラーね、コケリウムもしっかりできていて、中もね綺麗な感じで今整っているのでいい感じで、ちょっとだけねコケリウムの中の滝がね滝で作ってたろ過装置かがね、なんか何かがおかしくなったのか、ろ過装置の水の出が良くなっちゃってて、ちょっと直そうかなっていうところで今滝止めてるんですけれども、まあ滝はね
参照ちゃんたちにとっては別にあろうがなかろうがどっちでもいいようなものなので、決めてます。参照ちゃんたちにとっては水辺さえあれば問題ないので、はい、ってところですね。もっと私のレイアウトとして作ってる滝になるので、なくてもいいかなというところで、あんな感じ。あ、洗濯物が終わった。あとで洗濯物干します。で、レオパの、ロペとルフ、ロペ様ルフ様と呼ばせていただいてますけども、ケージがあって、子供たちが生まれた時の管理用のケースがね、こことここと上にあるんですけれども、卵今温めているのが2個ありますけれども、ちょっと難しいんじゃないかなって思っております。うん、まあ、またまだ卵産むと思うんだよね。2クラッチ目、2クラッチ目までは来たので全部で4つ産んだんですけれども、多分3クラッチぐらいはするんじゃないかなと思ってて、で1クラッチ目の1回目の2個の卵はダメだったので、もう温めてないんですが、2回目生まれた卵はもう温めたままにしてます。まあ、うまく生まれるかはちょっとまだまだわからないですね。ちょっと管理しながら進めていきたいと思います。でこっちにね、セーブシシバのヘビのサナちゃん、サナちゃんは、私がよく触れ合ったり、あと様子を見たりするので、それの理由ですぐ横に置いてます。そこのね、横にね、念願だったルセットオコモリの、マナを置こうかなとも思ったんですけれども、上の方が、この LED 消すとね、暗く簡単になるんですよ、こんな感じで。で、福桃ちゃんたちよりもね、暗い方が活発に動くので、そういうのもあって上に置いております。ここだとね、多分明るさが入っちゃうので、あそこが一番暗くしやすいなというところであそこにしたので、はい。まあ、あとは日々私が触れ合ったりとか、ケースもね、家にいて下ろすことが多いので、そんな感じでね、私とこうコミュニケーションを取っていけたらなというところで、なので私の横のところにはサナッチを置きました。ここをね、入れ替えたりとか、サナッチをちょっと場所移動させたりとか、いろいろ考えたけど、まあこれが一番安定してるかなというところでこれにしてます。で、あのケージね、軽いんですよ、全然。なので下ろすのすごい楽なんで、うん。でしかもすごいぴったりとハマってるので、これでいいかなと思っております。はい。でここが福桃ちゃんたち4匹っていうと、全部で合計6匹の4部屋ですね。まだここのお部屋には誰も入ってないんですけど、ゆくゆくここにいるギョロちゃんとハロのね、ギョロがメスです。でハロっていうのが男の子なんですけど、その娘ちゃんでウィンちゃんっていうちっちゃい子、まだ生まれて、脱毛といってね、育児のから出てきて、まだ2週間ちょっとぐらい、2週間3週間ぐらいかな、になる子がここにいるんですけれども、そのウィンちゃんがゆくゆく、本当にここにいるパッチちゃんっていう女の子とね、仲良くしてほしいなと思ったんだけど、パッチちゃんにこの間ケージ越しでこうやって見せた時にすごい威嚇をしてて、もしかしたら仲良くするの難しいのかななんて思ってて、無理に仲良くさせなくてもいいのかななんて、喧嘩して怪我しちゃうっていう方がかわいそうなので、だったら話して飼育かなと思ったりもしたので、その時にはウィンちゃんがこの部屋に入る感じですね。でパッちゃん今めっちゃ見てるね。パッちゃん見えるかな、こっちめちゃくちゃ見てるね、あれね。ほらほら、パッちゃんこっちすごい見てるね。かわよ。はい。でね、パッちゃんはパッちゃんで、でギョロとハロ、でその子供がね、親離れしたらここに入って、でここはね、ハルくんとウララちゃんっていう男の子コンビが2人入ってますね。まあそんな感じでいいかなと思ってます。これ以上多分増えることは福桃ちゃんはないんじゃないですかね。まあ一応ギョロとハロはね、そのまま塞いで入れておくので、もしかしたらまた子供が生まれるなってことはあるとは思うんですけれども、その時はその時でちょっと考えようかなと思います。ちょっと去勢する気は私ちょっと考えてないので、基本的には去勢しないと、なんだろうな、健康問題的に大変だっていう状況まで来ないのであれば去勢しないので、ここも男の子コンビなんですけども、基本去勢はしないで、なんかすごい大きい喧嘩とか荒々しいこと、例えば発情期来ちゃってどうのとか
っていうのが特になければ、そのまんま2人はそのままにしておこうかなと思ってて、基本的に虚勢は考えておりません。はい。でギョロとハロの子供がもし生まれた場合には、ちょっと私の知り合いで譲ってほしいよって言ってる方がいたので、その方にね里親という形で出す可能性は全然あるので、はい、その際はその際で里親としてね、うちの子出してあげようかなと思っております。はい、まあそんな感じですね。そして上にルセとコウモリの、マナちゃんが角にいるね。見えるかな。本当寝てる気がするな、あれな。って感じです。うん、やっぱり動画撮ってると頭が痛いのとかは少し良くなりますね。はい、うちの子たちのご紹介プラス、まあ、私の頭が痛いのをね、ちょっと緩和させるための動画撮影ではあるんですけれども、そんな感じです。まあ本当に増えましたね。だって。オオコウモリが1匹でしょ。で、まあ、哺乳類でいくと全部で7匹。フクロモモンが6匹と、オオコウモリで7匹でしょ。で、エゾサンショウウオが1匹、沖縄シリケンイモリが2匹。これで両生類がね、種類的には2種類で3匹ですね。で、爬虫類が、ヒョウモントカゲモドキが2匹、ヘビちゃんね、サナちゃんね、セーブシシバナヘビのサナが1匹、そして、サバンナモニターの、シェフィーさんが1匹の、爬虫類は、3種類4匹って感じですね。まあ、アスクのロペとルフの夫妻がね、もしかしたら子供生まれる可能性はあるので、レオパード月光は増えるかもしれないですけれども、まあ、それが増えた時には増えた時って感じですね。もう14匹か。プラス私入れて15匹ですよ。うん。一番食費がかかるのは私ですけどね。15匹目が一番食費もかかるし、なんかもう他にも買うし、うん、なんかお菓子食べるし、ほんと一番金かかるやつ。ふっ。って感じですね。はい。まあもうこれ以上増やす気は、爬虫類もね、欲しかったな、飼ってみたいなと思ってた子はお迎えしちゃったし、気づいたらね、オオトカゲなんて迎える気なかったんですけれども、気づいたらオオトカゲね、シェフィーさん来てたりとかですね。うん。で、両生類もいてね。で、両生類もね、結構温度管理とかが難しかったりするのでね、ちょっと一時期ね、バジェットガエルとか、あとは、モリアオガエルだっけとか、イエアメガエルとかだっけなとかも、ちょっと飼ってみたいななんて思ったけど、うん、カエルちゃんのケージをね、安定して作っていくのは、うち難しいなーなんて思って。で、しかも、イモリ、ね、サンショウみたいにね、一緒のケージで飼うのは難しそうなので、うん、イエアメとかと一緒にサンショウっていうのはちょっと難しそうなんで、それはなしかなーなんていろいろ考えてですね。でフクモモちゃんも気づいたらもう6匹っていう状況になってきてるので、これ以上増やすことはないかなとちょっと思っております。子供が生まれたらって感じかな。で、念願かなったね、コウモリちゃんも来てっていう感じで、ひとまずは楽しく生活しております。まあ、気づいたらまた増えたりっていうことあるのかもしれないですけどね、私なんで、リントちゃん何やっちゃうか分かんない人なんで。でも、まあ、迎えたとしてもね、愛情を込めて皆さんと生活していこうかなと思います。もう私がね、愛情込めてもう育てていって楽しく生きていってもらうっていうのがね、大前提なので、はい、そんな感じですね。みんな楽しく生活してますよ。うん、活発な男の子コンビがいたり、なんか穏やかな夫妻がいたり、一人っ子のね、ちょっとわがままなね、娘ちゃんがいたり、すごいおっとりしたね、なんだろう、警戒心ゼロなね、
あの娘ちゃんがいたり、なんか高貴なる存在のね貴族みたいな夫妻がいたり、なんかゆったりとね生きている、なんか何を考えてるのか分かんない、ね、3匹の坊やがいたり、食欲旺盛のねちょっとわがままガールがいたりね、はい、そしてこっちにねあのちょっと不思議なあのドジッコガールがいたりっていう感じでね、うちは暮らしております。はい、かわいいね。そしてやっぱりこうやって動物見たりこうやってお話ししてると頭が痛かったっていうのはなんかちょっと良くなりますね。いや動物ってすごいわ本当に。まあ、ただねあの動物を飼うっていうことにはね責任が問われますので、あの責任を持って皆さんで、ね、飼育していただくのが一番いいので、あの責任持ちながら飼育してみてください。動物を飼うこととか増やすことっていうのは私はそんなに否定的な立場ではないんですけれども、あの増やしたからには責任持って皆さん飼育をねしてほしいところですね。愛情をかけてって形で、まあ私ももちろんっていうところですね。私もやるべき内容というかやらなければならないことではあるので、はい、愛情をかけて皆さんとね生活していきたいと思います。はい、ということでね、本日は私のねちょっと頭痛をね良くするっていうためのね動画の撮影プラス、うちの子のご紹介でございました。もしよろしければこちらのチャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。あの私の動画の作成のねあのやる気になりますので、ぜひともお願いいたします。そして、各種 SNS ですね、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のねフォローもお願いいたします。そしてまたね過去にもたくさん動画上がっておりますので900本ほどありますので、よかったらそちらの動画も見てみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。